いつか消えるもの、離れてゆくもの、それぞれの愛を確かめて、いつか出会うもの、変わらずあるもの。ありがとうございます。ミセウコロコロに着きましたよ。こんにちは。あ、どうも。今回、一緒に泊まらせていただき、お世話になりました。ありがとうございます。次は私の、こちらが赤い屋根のペロという感じになっております。こちらが今日泊まるとだと三角屋根の近くになっております。わかりました。あ、そうでしたか。天井が高いよ。普段はもちろん使うけど、薪ストーブが完備されていて、何もないよ。外に山さんの方が広々ですよ。本当に暮らすより楽しいですよ、ここは。でもなんか本当ただいまって感じ。建物の構造はすごいですね。泊まる人のことをすごい考えて、ここで建設とかですね。以前一回泊まったことがあって、そうだったんですね。めちゃくちゃいいと思って、あ、これはぜひレトロアミューズのみんなには泊まってほしいなって密かに思っていて、実現したんで、ありがとうございます。ではお疲れ様です。マスクの動画ありがとうございました。レトロチャンネルっていうコンセプトが美しく生きるというテーマ でその中で、ライフスタイルとアースコンシャスとエンターテインメントっていう3つの軸でもって、そこでまあいろいろ動画をどんどん加工していこうというふうになってるんだけど、まあ、なんかそれぞれの意義っていうのを、まあ、私一人じゃやっぱり力不足のところもあるし、未経験のところもあるし、知識が不足しているところもあるので、そこはやっぱりそのレトロアミューズの力を借りて、その意義っていうものをもう少しこう強く発信していってもらいたいなと思って、今回はこのミセウコロコロさんなんだけどすごいなんかこう優しい感じがする宿で、嗅覚っていうか匂い的に香り的にもすごい優しくないですか。入ってきた瞬間にこう木の香りがふわっとして、ここを作っている会社さんが、まあ、近くにあるわけですよ。でそこにぜひ、まあ、リサーチをしに取材をしに行ってほしいなと思っていて、これらの活動の意義だったりとかコンセプトだったりとか、まあ、大切にしている思いみたいなのをリサーチしてもらえたらいいかなと思って、この温かみのある場所を作られている方たちがどんな方たちなのか、すごく気になりますでしょ。これからの生き方のヒントみたいなのも、こういった、まあ、首都圏じゃないところにいっぱい散りばめられてるような気がしてて、まあ、それって本当にそういうそこに根付いてる人たちとか物たちっていうのに触れてみないとわからないことかなと思ったので、今回はこういう企画になってますので、ぜひいろいろなものや人たちに触れてみて、ぜひリサーチしてみてください。頑張ります。あとはせっかくこういう宿に泊まるので、女子的なちょっとお部屋のレポートとかもしてもらうと嬉しいし、あとはどういうなんかこう乙女グッズを使ってるのかとかね、宿泊するんですよね。そうか、なんかこう持ち物とかどういうものを持ち歩いてるのか広がるというところもぜひ映してもらえたら嬉しいなと。わかりました。思います。はい。入ります。お疲れ。します。なんか可愛い家に可愛い人。すごい似合うよね。似合う。嬉しい。一泊だけ。さね。もっとしたいでしょ。もう1週間ぐらい住みたいぐらい。本当に可愛い。何飲む？あ、何があるんですか。あ、飲んでるんですか。あ、飲んでるごめん。え、もうビールが出てるね。私もなんか着いた瞬間からいきなり居心地がいい。ね。何パワースポットとかじゃなくてヒーリングスポットだよね。お酒は飲まないの？飲めますよ。ちょっと飲んでもいい？どれがいいですか？一緒に飲みますか？そうだよ。これ白ワイン。オーガニック白ワインいいですね。はい。来たいところに来たい人と来てるなと思って嬉しいよね。実もさらりと有言実行をなんかやってるんですよ。流れるように。自分が流れるところを分かってる感じなんだけど、なんかいいやっていう感じで進んでるっていうよりは流されてるんだけど目的地に着きましたみたいな。私もそれに沿って一緒に流れてるんだけど、なんかこう確実に来たいところにいるみたいな幸せをいつもくれる。ちゃんとこう導かれてるところにどうなんですか？何の声を聞いてるの？ワクワク。そのどういうふうにこれから生きていこうみたいな考えていって、やっぱり、まあ、住んではないけど戻るみたいな、ガルに住むみたいな、実はもう進んでる作ってるお家ほらね、流れるより前に進んでるっていうのも。でも父親が東京の夏が暑すぎて厳しい、まあ、高齢であるっていうのもあるんだけど、ほとんど北海道にいるわけですよ。だったらまあお家作ろうかっていうことで、まあ、ずっと住むかどうかわかんないけど、父も東京の友達もいるし、建ててる。ただすごくゆっくり作ってるから、今年できるかなとか。その森作りをしている人、昔の北海道って本当に何もなくって、そこをやっぱりこう植林して、それをすごく大切にしてる。原生林ね。そうそうそう。本来そこに育つべき木を育てる、環境待ってるから木もちゃんと育つみたいなイメージをできちゃう。未来をこう思いながら今お仕事をされてるような感じ。今を積み重ねて、まあいい方向になってきて。今日の積み重ねが未来だもんね。確かに今日を丁寧に生きれば、それは自然と未来。かわいい。もうこういうの大好き。似合う。好き。おしゃれ。なんかおしゃれにしようと思ってこうじゃなくて、実用的にしたらおしゃれになりましたって。しかもなんかすごい。顔が真っ赤になる前にお部屋をまずね。北海道の大地っていうのがよく分かんなかったから、ちょっといつもより荷物が多め、いつもの最小限にも必要なものだけを持ってくる感じだったけど、だから靴とかよく分かんなかったから3足ぐらい大地の泥具合とか分かんない。久しぶりに頑張り。すごい自然にここにいる私たち。本当だね。いや、いる嬉しい。ありがとう。ありがとう。こちらこそ。美味しい。美味しい、美味しい。じゃあ続きは後で、とりあえずカバン開けて。オッケー。後でね。めっちゃ可愛い。これ赤ちゃん入れてる。そうそう。だからコウノトリが運べる。可愛い。上手だよ。嬉しい。カレー嬉しい。みんな食べよう。喧嘩しないように食べましょう。小連れでやっぱ行くと不便に思うことが多くて。それで一頭貸しだったりとか、あとキッチンをつけて簡単に自分たちで作って、したら外食とかも行かずに簡単に作って。